私があの人と出会ったのはアカデミアに入学してすぐのことでした。マルセイユ養生アカデミア、フランス政府からは独立した自治都市、先端的エンジンサイエンスに基づいて形作られた都市、世界最高の赤学を生み出すための革命。エンジンの排撃で汚染された海の上にあって、エンジンの排煙で汚染された空の下にあって、私は10万人の学生の一人で、赤学になんてなれない普通の学生で。この話前にもしませんでしたっけ？ええ、はい、そうです。普通の学生になったんです。あの人のおかげで。アートなんかなくても、優秀学生じゃなくても、私はアカデミアの学生でいられて、そのことは、はい、今でも感謝しています。後悔なんかしたことありません。彼の助手になったこと、彼のそばに、銀貨30枚？アカデミア最初の転校生、私弁的探偵部部長、私のただ一人のマスター、ニコラ・テスラ。貴様が金か。代償を得て一つの願いを叶える金。くだ。欺瞞の極み。傲慢の果て、ただの鋼鉄の機械に過ぎない。脳内変異による計算を代行する異形のオルディナトゥール、それがお前の正体だ。不遜なりし金を。
ドン・マリニーの時計もどきを、世界の果てのフルートを気取るか。お前はどちら。お前は契約と呼ぶのか、それと、はあ、制約か。時に義なるものを与え、時にワコードより全てを奪う己自身を自分に近いとは貴様は呼ぶか。ならば貴様は私の敵であり、この私と同じく世界の敵だ。世界は貴様ごときの遊び場ではない。昔、昔のこと、あるところに一人の若者がいました。人々を愛し、世界を愛する若者でした。そんな彼に偉い赤学様は言いました。お前に力があるとすれば、何を守る？世界を守る。そう彼は言いました。尊いものを守るため、輝くものを守るため、彼は神様に誓いました。イカズチの大鳥に誓いました。そして彼は戦士となりました。それは並ぶものなき雷電です。彼は世界を守ります。戦士として、雷電と化して、ではないかのように、雷電そのものであるかのように、彼は戦士となったのです。でも問題が一つ、すなわち世界っていうのは、釣り合いっていうのが取れる風にできてる。天秤、グラグラ。いい方、悪い方。幸運な時、不運な時。幸福と不幸。解放と抑圧。進歩と停滞。搾取、支配。搾取する人、される人。支配する人、される人。幸運な人、不運な人。そういうものはある。あるっていうのは分かってる。分かってるんです。私は。どこにいたって、どこを歩くことになっても。
水だってそう、透き通ってる。オーストリアの森に比べれば汚染度はやっぱり高いのだけど、それでも普通の都市より綺麗な空気と水。最初はパリに似てると思った。でもアカデミアはやっぱり違う。すごいんだ、やっぱりここって。おはよう、マドモアゼル。今日もあなたはかつての性能を彩った美しい花のようだね。もうそういうのやめなよ、アルベール。しつこい。おはよう二人とも。私も慣れてきました。ほらな。何がほらなのか。セーヌ沿いで綺麗な花なんて君見たこともないのに。貴重だが当時の絵は残ってるぞ。美術の授業で多分見られるよ、いずれ。尊いものは時間さえ超えるものだと思う。ま、泉はまだ気にするな。芸術の良さは子供には分からないし、分かったら分かったで可愛げがない。なんで目上っぽく言うかな。失礼じゃないか。マドモアゼル扱いはしてるつもりだぞ。うん、おかしいな。何さマドモアゼルって。ちゃんと英語で喋ってくれないと。うん、
レディ？よろしい。もうこんなに仲いいんだ。仲のいい二人、私の同級生、クラスメート。可愛いブツも私と同じに明るく染めたから、声も仕草も愛らしくて。隣にいるのはアルベール。背の高いワル女子のマデモアゼルと呼ばれている。ネオン？ネオン？二人の先輩がいなかったら、私きっとまだ馴染めてる。今だって馴染み切れた。二人のほっぺくに。朝からぼーっとしてたら危ないよ。アルベールみたいなのに引っかかるよ。ネオンは美人さんなんだから、そういうところは朝から気をつけないと。僕みたいなパリ紳士はそういないが、美人がぼーっとしているのは良くないな。何か悩み事かい？美人じゃないです。故郷じゃよくある顔だし。それとも夜更かしかな？勉強のしすぎ。ああ、それとも言葉を静かに落ち着いて。ちょっと夜更かしして。それで勉強してるの？勉強もしてるよ。ちょっといろいろね。待ってね、待って。私、寮で勉強とかしてないよ。マシンピディアエンジンだのみってのは、それはそれで潔いけれども、泉、甘すぎるんじゃないだろうか。アルベールもしてるの？それなりに。二人ともずるい。やな、私もする。ネオンの部屋でする。今度ね、今度招待するね。まだ部屋散らかったままで。そういや、そうか、修行ギリギリに越してきたんだったか。男手が必要なら言ってくれ。え、ありがとう。今の警戒の間、ちゃんと分かったかな、アルベール？何のことだ。正真正銘のパリ紳士であるこの僕は、誰にも警戒なんかされないと思う。例えばソロリティの高貴なマドモアゼル方、ああいう人。もうそんなわけ。そういえば、ソロリティといえば、見たんだよ、見た。お姿拝見しちゃったんだ。お姿？同知会メンバー、正式構成員だよ。シニスターシックス、ソロリティの一番偉い人。ラジオにさえ姿を見せない人々、とても偉い人たち、制服を着なくて良い人たち、フラタニティの紳士方は英国風スーツ、ソロリティのレディーたちはドレスとか、入学したまま、いつも歌う。すごい！いずみ、新入生の最短記録かも。去年の新入生なんて、中間試験の最優秀者がようやく初めてお会いできたって話だし。うん、いいのかな、私。それで誰を見たんだ？マドモアゼじゃなくてレディ？レディ・フロランス・ナイチンゲール。極東のしゃなりとしたドレス着てた。詳細通りの第一広場でね。平日なのに制服じゃないから、もしかしてって思ったら、お月の人がお名前呼んでて。極東の着物か。じゃあ本物だな、多分。前、第三報道部の新聞で見たことがある。しかしすごいな。
音声ラジオでお声はいつでも聞けるが、肉眼で配列となるとなかなか難しい。レディー・ナイチンゲールの声、とっても上品で素敵ね。本物っぽい人も素敵だったよ。今度はネオンも一緒に潮騒通り行こう。絶対だよ。あ、ホームルームの鐘鳴っちゃった。始まっちゃうよ、急ごう。うん、お先。ああ、アルベールずるい。彼コンパス長いもんね。羨ましい。羨ましくない。ほら、ネオンボッとしてないで走る。
ってもう少し融通が効くさ。そうまでして隠さなくてもいいのに。ネタは上がってんのに。タブロイドみたいな口を聞くんじゃない。ラクダ以外の取り締まりと正常化は無論急務だが。粘るな。あれこれ顔突っ込んできやがって。しっかり授業に出てないとそのうち単位ゼロになっちまうぞ。してくれるよね。無茶言うな。パパ頼りないな。こんにちは先輩ジェージェ。パパジェージェ頼りないの。いつにまで。そりゃないですよ主任英氏。僕だって麗しい女子学生と散歩ぐらい。それは誰のことかな。泉ネオン僕快活の人アナベス。エンジン工学科の3年生。ミスター JJ にいつも何か聞いて。カナダなまりの英語の発音が素敵。俺のことじゃないだろうな。勘弁しろよアルベール坊や。違いますよ。色男ってのは変わり者が多いからな。用心に越したことはない。くれぐれも高速違反だけはしてくれるなよ。とても背の高い男性ミスター・ジェイさん。本名はジャン・ジャック。ウーク警察の市民エースさん。アカデミアのモアリさんみたいな感じ。もう姿を見て反射的に息を飲んだりしない。何の話だいみんな。アルベート何もしてないですよ。妙な言いがかりはやめていただきたい。そうかな。シェルル先輩こんにちは。私学科も通常授業だったんですね。月曜日はね。そうか。君たちが入学してからもう2週間になるのか。みんなどうだい。アカデミアには慣れたかな。慣れたけどアルベールのこの感じにはあんまり。この感じとはどんな感じだ。泉印象だけで語るのは良くないぞ。君は2週間で実績を作りすぎだ。少しはおとなしくしてもいいと思うんだが。お盛んだよねアルベール君。僕はそういうの嫌いじゃないけど。あまり泉もからかってやるな。こいつはこれで筋の通った男かもしれない。だってさっきも。この時間が好き。キラキラして輝くの。明るい時間。そこにいるみんなとの時間。穏やかで自分になれる時間。疲れない感じ。ネオンネオン聞いてよアルベールったらさっきまたね。何授業中。待った待った泉。僕の紳士ぶりに何の文句があるんだ。張りまくりでしょ。紳士じゃないでしょ。君全然紳士じゃないでしょ。うん。僕以外のどこに紳士がいるって。英語にはまだ慣れないな。もうアルベールはそこそこ紳士な方だと思うけど。ほら聞こえただろう。ネオンもこう言ってるぞ、泉。授業中に居眠りする紳士なんかいないよ。聞いたことない。やっぱり可愛い泉。変わったカチューシャを手につけた。合衆国風でも英国風でもない。不思議な英語を話す子。それにひょうひょうとしたアルベール。ありっこらしい自信に満ちた。僕を縛るのはただ一つ。君たちマドモアゼルの愛だけだと思う。
おやおや、そのセリフ別のクラスの子にも言っていなかったか。そうなの、アルベール。やめてくださいよ、シャルル先輩。そういう風に。嘘は言ってないつもりなんだが、おかしいな。本当のことを言うのは。こら、アルベール。新入生のくせに色男っぽいね、アルベールって。校則違反じゃなければ構わん、色男でも何でも。あれれ、主任英士殿、公女両族がどうとか言わないんだ。風紀警察の指針は校則だけだ、言わせんなっての。聞いたかいネオン、校則違反じゃなければ何してもいいって。先輩、そういうことじゃないと思います。そうだぞ、アナベス。そうだ。お前は3年生なんだから、下級生にはだな。はーい、パパジェジェ。授業にもちゃんと出てるんだろうな。落第外なんかに出入りするなよ。出てるよ。真顔で嘘をつけるってのはな、もう知ってるぞ。わあ、もう僕の単位まで心配してくれるんだから、パパってば。パパじゃねえっての、俺はまだギリギリ20代だ。ネオン、お前までやめてくれよ。俺はまだ29だぞ。すみません、つい。珍しい？
優しい友人、優しい大人、優しい先輩、優しい言葉、幸せなひととき、幸運なとき、楽しいと思えるこの瞬間、それを私は感じられるからこそ、そんなに世界は甘くない。それを思い知らされる。世界っていうのは、釣り合いっていうのが取れる風にできてる。天秤、グラグラ、いい方、悪い方、幸運な時、不運な時、幸福と不幸、解放と抑圧、進歩と停滞、搾取、支配、搾取する人、される人、支配する人、される人、幸運な人、不運な人、そういうものはある。あるっていうのは分かってる。もう分かってるんです、私だって。それでもネオン、顔色が悪いよ。大丈夫かい？気分は。いえ、大丈夫です。ちょっと昨夜夜更かししてしまって。そうかい。保健室遠い行くなら付き合うぞ。無理はしないこと。そんな大げさなものじゃなくて、平気、平気です。ネオン、ダメだからね。アルベールには気をつけなきゃダメ。おいおい、どういう意味かな。言葉の通りの意味だろうさ、アルベール君。先輩まできついな。僕らは紳士同士だっていうのに。それはすまない。だがお嬢さん方に言われるほどじゃあるまい。当然。これだから、いざとなったらジェジェが何とかしてくれるさね、我らがパパジェジェ。あー、まあなんだ、不純異性交友は3年生まで禁止だぞ。え？本音が出たな。まったくもう！それでも、今は、今だけは、みんなと同じに、ただの学生でいたい。そう、私は思う。今、この時。Thank you.
登録上は存在していない町、地下の町。教育区域から路面機関車で20分、人工島をぐるり半周、旧独立学生居住区。名前は落第街。調子がおかしい。すぐ修理してこい。20分以内だぞ。はい、すぐに。これじゃ嗅がない匂いだし。おい、何してる？さっさと裏で直してこい。はい、ただいま。作業服ぐらい用意してほしいって言っても、あまりこの服は汚したくない。自前の服、おばあ様が昔着ていた。お店の規定に合わせて少しいじってる。それでも大切なの。故郷から持ってきた服、胸飾りの服に。日当減らすぞ、一年坊主。すみません、すぐに行きますから。Thank you.
倍率がいいんですよ今日は。どうです、ケーキ漬けにルーレットなんて。学園通貨タイ、ドルでもフランでも。チャリオットゲームも最新のが入ってます。高速倫理規定外の本物です。お安くしますよ。うちは半端な新入生なんて使ってませんし、学園通貨なら銀貨10枚から、タイ持ちならうーんとサービスしちゃう。
そういうものはあるって分かってる。今は幸運も幸せも感じないかもしれない。でもだからこそ明日の朝はまたきっと感じられる。幸せを感じられる。明るくて朗らかなみんなと会える。今はそれでいい。ここにいることを選んだのは自分。ここにいたい。いなくちゃいけない。そうする理由が私にはあるから。幸せな時間があるなんてことが、楽しい時間が昼間にはあるのが、きっとそもそも大きな幸運なんだから。辛いだけだと思っていたのに、キラキラした時間が私にもある。それで十分。私はアカデミアにしがみつける。しがみついて、それでいつかきっと。きっといつか。